白の懐紙の上に畳まれている、福さブクは、主に茶道で茶器を取り扱う時に用いられる布である。福サ、福さとも表記される。材質は絹がほとんどだが、煎茶道では木綿のものが使われることもある。今では一般に紫色の塩税が用いられる。女性が黄色のものを用いることもあるが、これは口紅などが付着しても差し支えないようにである。 裏線家においては、ぼかし染めや友禅染めのものも用いられる。大きさは幅9寸、長さ1尺のものと、幅9寸5分、長さ1尺5寸のものとがある。用途としては、茶入れ、夏目、茶尺などを拭う、また、釜の蓋を取るときに用いる。天茶においてはなくてはならないもので、その扱い方は特に、ふくささばきという。茶尺、茶入れの拭き方は、 いろいろな作法があり、複鎖裁きはその中で複雑である。複鎖裁きの一例は、天者が、茶席にはいる前に複鎖を三角形に折りたたみ、男性であれば、帯の下からその一角を挟んで、女性であれば、帯の上から挟んで出る。席についてから複鎖を抜き取り、右手で端を取り、左手親指を中央に入れて、複鎖を半分に折り曲げ、右手に取って、茶入れ、または夏目を拭い。 茶を立てる前、釜の蓋を取る時にも、副作でそのつまみを取り、蓋を蓋置きに乗せる。茶を立て終わった後茶尺を副作で脱ぐ時には、はじめと同じように、副砂さ裁きをして、茶尺の中節から先に茶が付着したのを脱い、茶尺を持ったまま茶のついた副作を、懸垂の上で右手ではたき落とす。副作を使い終わったら、はじめのように三角形に折りたたみ、帯につけて退出する。 煎茶道においては、通常茶料や茶入れを清める際に使われる。取り扱いは流派によって異なるが、あらかじめ茶席に副茶を置いておいた状態で手前を始める流派が多い。また野立の場合は、その他の多くの道具とともに、げ合いに入れた状態で持ち運ぶのが一般的。ありがとうございます。